ドンミッシー、はるか、はとね、まほ、私たちはチェイボでーす。はい、ということで今日の企画は、はい、携帯の中身抜き打ちチェック携帯の中身抜き打ちチェックえ、デビューゲームじゃないの？違うよ。はい、え、何携帯の検索履歴を抜き打ちチェック。伝言ゲームじゃなくて、はい、うん、はい、ということでやっていきたいと思います。 Google の履歴と YouTube の検索履歴を見ていきたいと思います。待って、やばいんだけど、うち絶対やばい、みんなに見られるってことでしょ。みんな見よう。あれ、履歴が消されてますね。なんかね、ここね、いつもね、表示されないの、魔法。こいつ、なんでか知らないけど。ほんと、ほんと、違う。え、じゃあどうすればいい？ほんと、ほんと。あ、これ多分そこしかできない気がする。YouTube、交互も聞いたいだね。怖い話。これは、発表会の時にちっちゃい子のためにみんなの前で、ある日っていうのを やるためになりました。ちょっと待ってください、スーパーマンコスプレじゃあこれはさ、ナンデルパン、違う違う、ナンデルパン見た、確かやろうとしてた、やる、してません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 よ。キャットウェットに関する簡単に不満件と、こんなのやったっけ。2個勝てないよね。勝てない、なんでだろう。キョロキュー、キョロキューはあれですね、編集で使うために覚えてる。 YouTube の検索履歴いきますか。そうだね。お、何、ジミーちゃんかわいい。おだけい、あ、おだけいさん、あ、おわくし、今そう、かっこよくて大好きなんですよね。今日好きになりました。出るの？出てなかった。みきおだっていうね、二人でやってる、今ハマってます。渋谷ハロウィン、渋谷ハロウィン行ったことない。気にならない、普通に。あ、なんか、ね、渋谷ハロウィンどんな感じなんだか、ライブ中継とか見ようとしたのなかった。ウィンズの旦那さん、やっぱ大丈夫？ウィンズ、シアーズ、ウィンズ、シアーズ、フィッシャーズ、そうそう、フィッシャーズはなんか、何フィッツシアーズ、なんかフィッシャーズ英語なのか分かんなくて、カタカナ、だからとりあえずなんか日本語でやってパラッピク。はい、ということで YouTube の一番気になるであろう何を見てるかっていう履歴を。お、え、そこ？そこですか、重要。うん、おもろくないな、多分。女の子。多分普通に魔法ね、ファッションとかメイクとか見ることが多いから、私が参考にしてる人たちって感じ。フランクですね。フランク大事って言いますよね。ね。あ、これ？前までね、魔法ね、中学生の時、帰宅部だったんですよ。レッスン始まる前、家帰ってきて、バン。っていうのを毎日言ってた。偉い。大好きなカラーの曲で。キャンピンジャンピンジャンピンのとかでトゥル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 やってましたよ。ジャンピン。K-POP アイドル。ね、そう、最近カムバしたやつをチェックしてますね。やっぱ魔法が好きなヒョナさんが多い。寝坊して家出る。ん？寝坊して家出る男？違う、これはスカイピースさんのサブ。あ、絶対無理だから。違う絶対無理だから。別に参考しようとしたわけじゃない。でもなんか気になったの、1分で出れる方法なんてあるのと思って。参考にしようとしてない。違います。うん。ヘアアレンジ。クレマルさん。アバンティーヌ。アバンティーヌ。オナケイさん。テラヘラ30さん。ユキオさん、バイナンさん、ここら辺は結構 YouTuber、 YouTuber 見てます、ね、大好きです。フィードフォワー、はい、ということで魔法の見てるのは、女の子、オナケイさん、ユキオさん、バイナンさん、スカイピースフォワーさん、家族さん、ちょっと変わった感じのものになっております。でもやっぱ女の子、じゃ女の子、一般的じゃない。うん、あ、いいんじゃない。まあ、私は良かった、無事で何もなかった。はい、次はことねさん行きましょう。はい、
携帯なくしちゃった、ごめん。今そこにあったでしょ。今隠してる瞬間見たから。ごめん、携帯携帯なくしちゃった。電話鳴らしちゃった。電話鳴らしたら確実。ただ、本当にゼルかっていうのね、5だよ、それ。でも顔じゃない。はい、ということで、まずは Google から見ていきたいと思います。え、やだ、マジで。だからフレンズ。ライアングッズ。ライアンマジ好きなんだ。やだ、ライアン。てか、うち何見てんだろう。ジャスミン。ジャスミンも好きなんですよ、私、ディズニーのキャラクター。スーパーのキムチが美味しい。業務スーパー寄生虫。いや、分かっていや、なんか業務スーパーでちょっとキムチを買ったんですよ。 400g 普通のこんぐらいの大きいやつを買ったんですけど、140円だったの。安すぎる。安すぎるね。普通あれで500円ぐらいするじゃん。そうだね。で、なんか安いって衝動買いして買っちゃったんだけど、あれ、なんかこんな安いのなんでだろうと思って、ちょっといろいろ調べてみたけど、全然大丈夫そうでした。よかった。シャーロック。シャーロック。あ、そう、私ディーン・フジオカさんが大好きなんですよ。てますよくね、真帆たちにも話してくるから。それでちょっとなんかいろいろ見たいなと思って、調べたのね。うん、ひび入った地面から土壌。YouTube なんだけど、海外でなんかそのひび入った地面からこうその地面を掘って、で土壌を見つけてなんかバケツに入れるっていう動画があるんだけど、てか、え、地面に土壌埋まってんの？地面っていうか、なんかもともとなんか多分ね、水があって、で、なんかそう乾燥とかで、なんかね、そうそう、あの、冷え上がっちゃって、そう、それでなんか、え、土壌って生きてられんのと思って、なんか土壌の生態を調べたくなったっていう話。履歴。最後、TWICE、IZONE、K-POP 新曲、エヴァーグロー、ヘラヘラ三十四、バンユン、アバンユン。バンユン、こう調べる人いる？あの、ウニ。私はハマってますね。アリノス？アリノス一時期めっちゃハマってて、見るのに、アリの動く姿を見るのがすごい好きで。あ、でもちゃん、ハマキマンションさん。ということで、履歴。はい。やだ、いろいろ調べてみたい。一番怖い。うち絶対惹かれる自信あるわ。え？高校行ってる。あ、テンチムさん。テンチムさんね。テンチムさんマジです。ミニチャンネル。最近マジでミニチャンネルさんにハマってて、マジで面白い。ウーバーイーツ見ちゃう。そう、見ちゃう。あ、ヘラヘラさんです。ヘラヘラさんでしょ。めっちゃ見てるね。めっちゃ見てるね。一回見たらとことん見れたい方。ハマるんだよね。カノクさんも見てる。あ、そうそう。あ、すごい、怒られず、リンさん多めです。ここら辺多めですね。エクステリメントジャイアントオーバース VS ハイドラリックプレス。病んでますね。タコを潰すやつ？もちろん死んでるタコだよ。物を全部クダクダにしちゃう機械があるんですけど、それを見るのが好き。え、別にこれあれだよ。サムネがそれなだけで、なんか普通にパソコンとかものだよ。146万人も万再生もいてるから結構見られてる。待って、もう、あ、これ怖い、ちょっと書いてあるけど、偽物の手を放り込んでた。あ、そうなんだ。そう、でもサムネにびっくりした。デンジャラスコブラスネークレスキュー。え、何、コブラを助ける？うん、そうサムネ捕まった名前を仲間を助けた。蛇の中にネズミ2匹入れて、はい、ブルブル1匹を殺して、そのもう1匹がどう反応するかっていう。ね、これな、え、待って、海外のなんかペットのなんか何？鈴木がやだマジで。イカリクルーズって待って。結構ガチで気持ち悪い。本当にごめん、マジやばい今。危ない。ちょっとやばい。これどういう経緯でこれを見ようと。気になるだけで見てる。男の子みたいな。っていう感じですかね。いやー、琴音の濃かった。びっくり。結構引いてるでしょ。はい、ということで以上で検索履歴終わりになります。ご視聴ありがとうございました。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。何ですか？とんだけいろんな私たちのね、中身を見て自分だけ。そんなに忘れるよ。貸しなさい。
やめなさい。ケチ。はるかの抜きつけてしちゃいますから。何それ何？エビ女みたいな。はるかちゃんの見てみましょう。あ、はるかちゃん、はい、あれですね。チーズボールをあれしてますね。かわいい。じゃあまずはグーグル。クレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃん。さすがだな。え？グッズが欲しくてブランケットが。ディズニーシー混雑女王、誰と行こうとしたんですか？誰と行こうとしたんですか？なんか普通に行きたいなと思って、ね、の今の時期どのぐらい混んでるのかなと思って。ちなみに誰と行こうとしてんの？24時は0時と24時そうね、これ裏話なんですけど、iTunes 公開動画、うん、こちらなんですけど、うんうんうん、これの時に11月10日の深夜0時に公開するんですけど、え、24時、0時、どっちに書けばいいのってね、うん、そうなんだよね。ちょっとプチ混雑をね、私たちしてしまいまして、そんぐらいの脳みそなんですよ、私たち小さい子供を守る夢なんで。なんでそんなの見たの？竜巻の中、あ、言ってたね。そう、女の子の子をこうやって守る夢をこうやって見たんですよ。はるか守れんの？で、PUBG ハロウィンイベント開催。出てきました、出てきましたよ。出ました、PUBG。 PUBG 強くなりたいんで、一生懸命調べてました。あのね、ハロウィン、うちもハロウィンね、一回だけね、なった、PUBG。GA でチャージして、あの投げるところまでできた。え、できなかった？できなかった。何パーセントかね、100？え、わかんないけど、なんか、うん、なんか溜まったら、うん、お願いダーリン、歌詞です。えらいね。えらいですね。ちゃんと、自爆しようと思って。あれ？あ、終わりですね。うん。なかなか普通ですよね。ね、動画のことについて知らん、チェゴとかですね。うん、それでは、YouTube の検索を調べてみたいと思います。チェゴ、リケットサイズ。リセット。レシートです。レシート何？レシートっていうゲームがあるんですけど、うん、まあ、人狼ゲームっぽくて、それを見るのがすごい好きで、めっちゃ見てました。あなたは知らない。やっぱ踊り手さんが、うん、はじめ社長はじめ社長の PUBG を見ようと思って。てつや、てつやさんもやってるの？そうやってる。あ、インチキ姉妹さん、あ、ちょっと踊ってみた。やば、踊ってみたまみれ。踊ってみたばっかや。お邪魔のカルマいいね。魔法が好き。結構いい。踊ってみたね。うん。それは。ゆりちゃん。しょっぱな踊ってみた。しょっぱなから踊ってみた。私、ゆりちゃんも最近めっちゃ好きなんですよ。PUBG。PUBG も好き。めっちゃ PUBG も見てる。あ、踊ってみた。あ、バーニャーさんだ。やっぱいいよね。え、マホもこれ見た、このウィンドウ、うん、みんな、ウィンドウアブっていうのさ、うん、あれ見てちょっと二人が言ってたから気になったの。なんかエモいみたいな。いいよね、あれ。 PV がめっちゃかっこいいよ、うんうんうん、初めての PUBG めっちゃ見てる、PUBG か、踊ってみたから、ね、うん、なんか PUBG なんかあんま強くないんで動画見てなんかよっしゃっていうのを持ってやるんだけど弱いっていう。あれハマるよね、うん、でもちょっとクソ人間になっちゃう。そうなんだよ、ソファーから動けなくなっちゃう。1試合30分ぐらいするからさ。あ、そうだ。でさ、なんかさ、やられるの一瞬だからさ。そうめっちゃ時間もったいないんだ。30分もかかるの。じゃあほんと暇つぶしにはなるね、めっちゃ。はるかはもうゲーム実況か踊ってみたしか見てませんでした ね、 ね。はい、ということで一人一人見てたんですけども全然違いますね。ほんと性格出るし、ちょっと小手に関してはちょっと、はい、うちめっちゃ可愛いの見てたよね。やっぱ女子力高いのかな。メイクとかネイルとか、あ、でも食べ物カット。はい、ということで以上が私たちの携帯の中身になります。はい、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、チェゴでした。バイバイ。はい、今日もご視聴ありがとうございました。いやー、もう私たちの検索履歴セキュララに公開しましたけど、もう編集してて恥ずかしかったですね。もう嫌です。いよいよ今週日曜日はワンマンだ、楽しみ。